おいっす、去年です。今回は忘れられた古代の迷宮を攻略していきます。11月9日から12日の毎日18時にメールボックスに届く入場券を用いて入れるダンジョンで難易度が5段階まであります。オートではクリアできないギミックやちょっとしたコツがあったので楽しみながらちょい解説していきたいと思います。それでは早速、行ってみよう！はい、ということで早速やっていきたいと思うんですが、僕はね、16時待たずして入場することになったので、イベントダンジョン商店からこれ、入場チケット購入させていただきました。400パールでですね。はい。で、このアイコンポチとして入場すると、こういう報酬ももらえちゃうんで、ぜひ頑張っちゃいましょう。それでは、入場ゴーゴーゴー。さあ、まあ、最初の方とかは、そんなコツとかっていうのはないんですけど、手動で操作することになるので、PVP のスキルセットとか使うと結構いいかもしれないし、自分の操作しやすいスキルセットでいいかなというふうに思います。オートとかやってるとね、なんか意図しない動きとかしてしまうので、まあ、手動おすすめです、かなり。よいしょ。よいしょ。あ、でも、基本オートで回避を自分でやるとかっていうのも、まあ別に悪くはないですね。全然それでも、普段から本当に、手動は本当に無理ですっていう人は、全然それでいいと思います。それでも十分クリアできると思います。で、今僕が端っこにいるのは、端っこにいると、こういう風に雑魚敵が寄ってくるんで、まあ、やりやすいかなという、ちょっとケロフェン流の攻略かもしれないですね、これは。他の方どうやってるかちょっとわかんないですけど、で、でっかい、中ボス的なやつが湧きました。こいつも倒しちゃいましょう。おいしょ。まあ、前方ガロンのスキルとかね、あれば使ってもらって。はい、これで倒したんで、異物が湧きましたと。あ、湧きました。これを触れると、ピコン！ 2段階挑戦しますか。はい、もちろん。2段階目の部屋行きましょう。こっちですね。いきます。で、皆さん、気づいたかもしれないですけど、ポーション持ってますけど、フェン。このね、しっかりポーション持った方がいいです。なんていうと、2段階目からのボスちょっと強くなってくるんで、ポーションあると、だいぶ楽ですね、本当に。はい、はい。2段階目のボスは、あれですね、古代のボスとほぼ同じモーションしてるのかな。全く同じっていうのかな？全く同じかもですね。おいしょおいしょ。これは離れましょう。まあ、前方ガードとか無敵でいなしてもいいんですけど、あの衝撃がかなり痛いので、見えたかな今。まあ、でもテロップ、次からちょっとテロップ流れないんで、ちょっと見ていきますか。前方ガードしてみますね。ほいほい。あ、来た。これですね。あ、違う。違った。違った。悲しい。ちょっと見たいんで、倒すまで。倒さずにちょっと残しておくか。頑張ってもらいましょう、こいつに。あ、これです。これ。この衝撃波のやつ。あれがめちゃめちゃ強いんで、ああいうところで前方ガードとか無敵とかやると、まあ、いなせますよっていうね。そういうちょっとしたコツでした。で、3番目の部屋にゴーゴーゴー。よし。3番目の部屋は、これ、めっちゃシンプルっす。避ければいいだけ。逃げればいいだけです。周りぐるぐる逃げればいいだけ。これめんどくさいのが、オート、勝手に最初つくんで、それはオフにしましょうね。そうしないと死んじゃうんすよ。で、こうやって、雲が来るんですけど、この雲の爆発に当たると、体力割合で減ってくので、やばいんですよね。だから、まあ、こんな感じで、避けていけばいいかも。です。こんな感じでね。まあ、焦らずにこう歩いてれば、全然いけるんで、やばくなったら回避使う。そうすればまあ全然問題ないです。おっとおっと。おっとおっと。
おっとおっと、どうした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 。まあ、端っこを歩くっていうのがベターかな。もうそろそろ終わりますね。どうだ、はい終了、 OK で異物を触れましょう。こそこそ、 OK 読んだかい。移動します、 Go Go Go、 OK。はい、次は、なんか PVP みたいな感じになってるんですよね。PVP みたいな感じ。これは、あ、この黒いもやがあると思うんですけど、あの黒いもやには、なんか触れないように、避けて戦うってことしましょう。あれ、持続ダメージ食らっちゃうんで。で、PVP と思いきや、まあ、別にその大したことないんですよ、これ。全然。全然大したことないんで、スーパーマンのスキルとかを適当にね、使ってれば、まあ、全然倒れないので、大丈夫です。スーパーマンのスキルメインで戦いましょう。おいしょー。でもね、しっかり火ダメとか割と食らうんで、まあ、ポーション持ってくると結構便利ですよっていうね。そんな感じ。おいしょー。おいしょー。おいしょ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 、 OK です。結構ギリギリでしたねヒヤッとしました。これで確認、はい、これで OK で5段階挑戦。まあ体力ちょっとこれね、失敗してしまうともう一回1からになってしまうんですよ。そこからで、その4段階で終えるか1からになるかってなるので、このしっかりと体力を回復して次の部屋に行くっていうのはいいかもしれないです。まあ、ただね、僕はちょっとめんどくさいんでもう行っちゃうんですけど。はい、行っちゃいます。最後出ました。さあ、こいつに勝たなきゃいけないと。頑張りましょう。まあ、オート外してまずは。こいつもね、しっかり強いんで、まあ、攻撃してくんなと思ったら、回避とかね、しっかりしてやりましょう。攻撃してきますね。前方ガード、回避。火ダメする。カンパ切り、弓2回。闇のセレスキル使えるんで、使いますか。お、来そう。OK。はい、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 はい。はい、はいはい、前方ガード、おらおら、結構ダメージ食らってますね僕も。弓弓はほはほ、一回体力ちょっと減っちゃったなって思ったら、まあ逃げれば別にいいんで逃げましょう。3000ガードします。ここで核っていうのが出てきます。全力で破壊しましょう。そしたらこれ破壊したら終わりです。おりゃーさー、バーンということで、これで触れてグッドゲーム終了でございます。イエーイ。ということで、こんな感じで、クリアしていけばいけるということなので、皆さんもぜひ、お試しください。それでは動画の内容は終了。ここからは、毎日少し強くなる、キャラフェル毎日ラジオ、イエーイ。ということで、今回はこちら、先ほどゲットした、深淵の錬金石箱、こちらを開封して、お寿司出しちゃおうぜチャレンジとなります。皆さん、準備の方、よろしくお願いします。ということで、早速ね、開けていきたいと思うんですが、まだ、深淵の錬金石箱、取ってないよっていう方は、動画の方を、ポチッと止めていただいて、ゲームに戻り、ダンジョンをクリアし、ゲットしてきてください。よろしくお願いします。持ってる方は、倉庫から出していただいたりとか、手持ちのね、やつを一緒に開封していきましょう。
ただね、これお寿司ってめっちゃ確率低いんすよ。マジで低い。 0. いや何パーとかだった気がしますよ。確か深淵ですら、深淵錬金石箱ですら、いくつあったっけな。まあでも確率はほんと低いっす。めっちゃ低い。ただ今回は引こうということなんで、寿司一点狙い。他の錬金石はゴミ。幸運とかね、まあ別にゴミじゃないですけど、ゴミという感じで、その感覚大事にして引いていきましょう。皆さん準備はよろしいでしょうか。ということで早速キャロ編引いていきたいと思います。いきます。3、2、1、頼む寿司頼む。あーで、出た。出た、すげえ。え、これ寿司です。色褪せた突破錬金石、これはお寿司、お寿司。皆さんはいかがでしたでしょうか。キャロ編は久しぶりに戦闘力が伸びそうということでハッピーでございます。ということで動画終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。ですいません、毎日と言いましたが火曜日はお休みをいただいております。水曜日メンテナンス日と被った場合は水曜日が休みとなりますのでよろしくお願いします。そして11月11日から16日の間、韓国遠征のために通常の生配信やってないと思われます。あらかじめご了承ください。ただね、突発的に向こうの方からスマホで配信してるかもしれないんで、そこチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。